クワリーに登場するストーリーテラー的な存在の占い師エライザ。本編をプレイしていく中で各チャプターごとの変わり目に出現し、獲得したタロットカードの枚数や内容に応じてヒントをくれ続ける謎の女性。ある程度ストーリーを進めた時にふと、ところで彼女は一体誰なんだろうと疑問に思われた方も多かったのではないでしょうか。本日はこのエライザについてできる限り詳しく解説していきたいと思います。それではエライザのモデルとなったグレース・ザブリスキー氏の画像とともに本日も行ってみましょう。恐怖の宴。さてエライザは言わずと知れたチャプターごとにヒントをくれる謎の老婆ですが、そんなエライザの存在が初めて目視で確認できるのは、物語の冒頭でローラが森の中を探索するシーン。ローラとマックスの2人が他のメンバーより一足早くハゲット採石場へと向かう中、車で何かを跳ねてしまい、ローラが森を調査することになります。森の中は得体の知れない雰囲気で、そこでは恐怖の宴と書かれた占いとサーカスを融合させたイベントのチラシや手錠などの器具が詰め込まれた謎のトランクを発見します。そしてかつてその地にサーカス小屋が存在していたという事実を知ることになります。その後もサーカス関連の情報や手がかりはたびたび目にすることとなります。サーカス小屋の団長はもちろんエライザで、先ほどのトランクの小道具はおそらく当時サーカスで使われていたものの痕跡ということになりそうです。ハケット採石場の老婆。ハケット採石場にはハケット採石場の老婆と呼ばれる都市伝説があります。これは日頃からライアンが好んで聞いているポッドキャストの情報からも知ることができます。内容としては、何年か前に一人の老婆が火事で亡くなり、その老婆が行方不明になった幼い息子を探して今も森をさまよっているというもの。囁き声が聞こえたり、闇夜に浮かぶ老婆を見たりと、たくさんの噂話が飛び交っており、他にも一人でいる時に捕まると息子の身代わりにされて殺されてしまうという恐ろしい噂まで存在するようです。犬の子サイラスと老婆の正体。エライザには目に入れても痛くないサイラスというマナ息子がいます。サイラスは通称犬の子と呼ばれており、人狼の呪いがかかった子供。エライザとサイラスが実の親子なのかどうかは不明ですが、エライザがサイラスを溺愛している描写は作中で何度も確認できています。しかし、エライザはそんな最愛のサイラスをサーカスのイベントに幾度となく出演させ、金儲けをしていました。ある日、そんな囚われの身のサイラスをクリス・ハケットの娘であるケイリーが発見。彼女は檻に閉じ込められているサイラスを不憫に思い、兄であるケイレブと協力し、救出してあげる計画を立てます。そのプランとしては、ケイレブが周辺にある麦わらに火を放ち、人々の注意を引きつけ、その隙にサイラスを救出する、というもの。しかし、いざ実行に移してみると、ケイレブたちの計画は暗礁に乗り上げ、炎は予想を上回る勢いで広がり、サーカス小屋付近を包み込みます。結果として多くの人を巻き込む大惨事となってしまいます。もちろん、エライザも例に漏れず死亡。サイラスの解放には成功するも、ケイレブはサイラスに噛まれてしまいます。ケイリーの親切心は皮肉にも最悪の事態を招いてしまったわけです。そして、その後亡霊と化したエライザは、夜な夜な森を徘徊し、ニック家ハケット家を恨み、サイラスを見守り続ける亡霊となったのです。まとめると、つまり、恐怖の宴は、エライザがサイラスを使って催していたイベントの名称のことで、ハケット採石場の老婆は、火事で亡くなり、成仏できないエライザが森で幽霊として出るという噂話のことでした。しかし、もし仮にエライザとサイラスが全て合意の上で平和に暮らしていたのだとしたら、悪意がなかったとはいえ、ケイリーたちが起こした行動はとんでもないおせっかいだったのかもしれません。その結果として、噛まれた家族が人狼化し、家庭内で感染拡大してしまったからといって、それはあくまでも身から出たサビ。それで可愛い我が子の命を狙われたとあっちゃ、エライザもたまったもんじゃありません。そういった意味ではエライザもある種の被害者だったのかもしれないですね。本日は謎の老婆
エライザについて解説させていただきました。ご意見ご感想などがございましたら、ぜひコメント欄にお寄せいただけますと幸いです。それではまた次の作品でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。